こんばんは、しおちゃんのお時間です。植物は様々な方法で種子を散布し、子孫を残そうとします。しかし不思議なことに、トウモロコシは種子を皮で固く包んで、その種子を落とすことはありません。さらに人間が皮を剥いたとしても種子は落ちないのです。このように種子を散布できないトウモロコシは人間なしでは育つことができません。それではなぜこのような植物が現在まで生き残ることができたのでしょう。そこで今回はこの不思議な植物であるトウモロコシについて解説していきます。ちおちゃんでは生物について解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。トウモロコシはイネ科の一年生植物で、米、小麦とともに主食として食べられる世界三大穀物の一つです。年間世界生産量は2009年に8億1700万トンに達しています。穀物として人間の食料になるほか、家畜の飼料やバイオエタノールの原料としても重要です。バイオエタノールとは、植物の糖やデンプンなどを発酵させて作られるエタノールのことで、ガソリンに混合して車などの燃料として使われます。これは化石燃料に比べて CO2 排出量が少ないというメリットがあります。トウモロコシの茎の先端にモップのように生えている部分が雄花で、雌花は実の部分の先端からヒゲのように出ている部分になります。そして一見すると種子のように見えるイネ科植物特有の果実のことをエイカと言い、てめえたち人間が食べているのがこの部分になります。この薄くて硬い果皮の中に一つの種子が包まれています。植物は自分で動けないので、風や動物などの外的な力を利用して種子を遠くに運ぶなど、種子を散布するために様々な工夫をしています。例えばタンポポなどの風散布型では、種子が軽いため風に乗って運ばれるようになっています。動物散布型では、種子が動物に食べられたり、いわゆるひっつき虫のように動物の体や人の衣服にくっついたりして運ばれるようになっています。このように植物は種子を散布することで、分布の拡大、生育的地への移動、天敵からの逃れ、遺伝子流動の促進などの利益を得ているのです。しかしトウモロコシは散布しなければならないはずの種子を皮で包んでいます。さらに皮を剥いて種をむき出しにしても、種子が自然に落ちることはありません。種子を落とすことができなければ、植物は子孫を残すことができないので、トウモロコシは人間なしでは生きていくことができないのです。そのため一般的にはトウモロコシを増やすために直巻き回駆業して定食する方法が取られています。直巻きの場合、種の向きはあまり気にせず、深さ1から2センチメートルほど土の中に埋められます。このようにトウモロコシは初めから食べられることを前提に作られたかのような植物のため、宇宙人が古代人に食料として授けたという都市伝説さえ生まれています。また植物学者たちはトウモロコシを得体の知れない植物としてモンスターと呼んできました。かつてアステカ文明やマヤ文明では、トウモロコシは重要な作物であったとされています。その中でもマヤの伝説では、人間はトウモロコシから作られたとされています。興味深いことに、人間がトウモロコシを作り出したのではなく、伝説では人間の方が後にできているのです。マヤの神々はトウモロコシを練って人間を創造しました。そしてトウモロコシには黄色や白だけでなく、紫色や黒色、橙色など様々な色があるため、トウモロコシから作られた人間も様々な肌の色を持っているのだと伝えられています。ですがスペイン人が中南米にやってきたのは、コロンブスがアメリカ大陸を発見した15世紀以降のことです。さらにアフリカから黒人たちがアメリカ大陸へ連れてこられたのは17世紀以降になります。そのためマヤの人々がどうして世界中に様々な肌の色の人間がいることを知っていたのかという謎が残されています。事実、稲は野生稲が、小麦はタルホ小麦やエンマ小麦が祖先だと判明していますが、トウモロコシは他の稲科の穀物と違い、祖先にあたる野生種が見つかっておらず、原産地とその起源が明確に分かっていませんでした。このトウモロコシの起源として、かつてテオシントが起源とする説、そして絶滅した祖先野生種とトリクサクム族、トリクサクム族とテオシントなど2つの種を交配させて作り出されたとする説が存在していました。
テオシントはメキシコからグアテマラにかけての地域に自生し、メキシコではトウモロコシ畑に雑草として生えています。しかしテオシントは家畜の餌にされるものの、人間の食料にはならず、小さな実が10個程度実るのみで、トウモロコシとの形態が大きく異なり、似ても似つかない姿から、テオシントがトウモロコシの起源だという説は数十年にわたる論争となっていました。しかし遺伝子の解析がなされ、2001年には複数の進化生物学者の権威が論文を発表したことで、テオシントがトウモロコシの起源だとされ、この論争には終止符が打たれました。ちなみにトリプサクム属を起源とする説は解析の結果否定されています。トウモロコシがテオシントから分岐したのは約9200年前とされています。トウモロコシは長い栽培の歴史の中で、古代メキシコ人によって遺伝子組成を大幅に変えられ、食用になる穀物になったのです。こうして起源地からメキシコ高地で多様化した後、北米へと伝播し、早くから南北アメリカ大陸の主要農産物となっていました。そしてトウモロコシが世界中に広がったのは、クリストファー・コロンブスがアメリカ大陸からスペインへ持ち帰ったのがきっかけと言われています。1492年10月28日、コロンブス隊がキューバ島に上陸した際に、現地のカリブ人が栽培していたトウモロコシを持って帰ったと乗員の日記の中に記録が残っています。日本へは1579年頃にポルトガル人によって長崎にもたらされ、その後阿蘇山麓や四国の山中、富士山麓など気候や水利の面で稲作に向かない地域に広がり、18世紀末には蝦夷地にまで至っています。そして明治初年に近代の育種法によって作られたアメリカの品種が北海道に導入され、大規模な畑作が始まり、栽培が本格化しました。こうして現在では糖度や食味などに合わせて様々な品種が開発されています。トウモロコシの品種は一般的には甘みが強いスイートコーンと粉質が多いデントコーンの2種類に分けられています。またスイートコーンの中でも実の色が白いものをシルバーコーンと呼びます。その他にもゴールドラッシュやピュアホワイトなどの品種があり、様々です。最後にトウモロコシの原種であるテオシントの子散布方法ですが、テオシントはトウモロコシと同じように雄花と雌花を別々につけます。そしてこれもトウモロコシと同じように種子は葉に包まれていますが、熟すと裂けて種子が飛び出し種子を散布させるのです。このように種子が自力で飛び散る散布法を自動散布と言います。トウモロコシが子散布をしないのは人間によって栽培されてきたため、品種改良によりその能力が失われたものと思われます。皆さんはどう思われますか？コメント欄にて感想をお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。